加瀬俊一、加瀬俊一、加瀬俊一、イ八百九十七1897年10月23日から1956年9月9日は、日本の外交官。太平洋戦争終戦当時の中水スコ使スで、戦後西ドイツ大使を務める。外務大臣秘書官や国連大使を務めた加瀬俊一とは、同姓同名の別人である。外務省内では、彼特別するため、大加瀬と 続称されていた。東京を生まれ、早稲田中学校、第一高等学校から東京帝国大学に進むが、大学在学中の1920年に高等文官試験外交科試験に合格したために、大学を中退して外務省に入省する。外務省同期に坂本水を鹿島森之助など、1935年に大和局第一課長。 1938年に在アメリカが衆国日本国大使館の一等書記官となる。太平洋戦争開始後の1942年にイタリア公使となり、1944年には中立国であったスイス公使となった。1945年8月、日本政府がポツダム宣言受諾を決めると、中立国公使であったカセは外交ルートにより宣言受諾の正式な通知を 連合国代表に対して行った。戦後、1952年にメキシコ大使、翌年には西ドイツ大使を歴任したが、西ドイツで体調を崩して一時起任する。日本で療養に勤めたが1956年に病没した。アメリカの情報機関であるアメリカ戦略情報局、オフィスオブストラテジックセルビセス CIA の前身の文書、 統合参謀長会議に12日付で提出されたによれば、スイス講師だった加瀬は、ドイツ敗戦後の1945年5月11日、当時スイス在住だったフリードリヒハック、日本海軍にドイツの武器を売っていたを通じて、といった内容を戦略情報局スイス支局に伝えた。14日には、日本を取り巻く情勢を分析した電報を本省に送る。この中で、 カセは日本が置かれた立場は容易ではないと指摘し、戦争を継続して最後の最後まで戦うことはドイツの輪立ちを踏むこととなり重大な危機に直面しているとした上で、軍事的に不利な状況では外交手段によって状況を変えるべきだと提案した。外交手段の具体的内容として、米英との直接交渉とソ連を通じた交渉を挙げ、 米英との交渉は直接の和平を申し出るしかないが、ソ連を阻害することで参戦の口実を与える可能性があるとし、ソ連経由の交渉については、米英とソ連を阻角することは問題外だとした上で、仮にソ連がこれ以上戦わずに目的を達成することを望むなら、彼らに提供できるものと引き換えに、和平の仲介を取ることができるかもしれず、この交渉が失敗しても、 米英との直接交渉に失敗するよりは、まだマシだという見解を述べている。戦争を終わらせるために、和平交渉に乗り出すべきだという提言であった。このうち、ソ連経由の交渉の観点は、ほぼ同時期にソ連を経由した和平交渉を開始した、東郷持永外務大臣ら外務省中央の見解に近く、ハックに対して語った、ソ連を利するので、 米とととの直接対話が望ましいいいう意見とは、異なっている。同じ頃、スイス駐在の横浜賞金銀行員で国際決済銀行にも所属していた北村幸次郎、吉村正の両名からアメリカとの直接交渉による連合国との和平工作を進める相談、スイス駐在陸軍部官の岡本副中将の依頼によるを持ちかけられた際、加瀬はこれに内諾を与えた。 北村と吉村は国際決済銀行経済顧問だったスウェーデン人のペール・ヤコブソンの仲介により7月になってスイス支局長であったアレンウェルシュ・ダレス。後の CIA 長官とコンタクト、ヤコブソンが両者と別々に会う形で実施されたおとり、ダレスからは東京から公式な表明があれば接触のための手続きに入ることを示唆される。これに基づき 岡本中将は7月18日に陸軍参謀総長の梅津義次郎宛てに意見具心の電報を送ったとされるが、竹内修二はこの電報は結局梅津の目には触れなかったのではないかと推測している。加瀬は7月21日に岡本の電報が統合外省にも届いていることを前提に2通の電報を外務省宛てに発信した。この中で加瀬は北村と吉村が 中立国を通じ米国側の意向を探る活動を行っていることを紹介した上で、担当直入にアメリカと話し合うのが上策と述べ、北村がやコブソンを通じて得た情報を伝えた。しかし、外務省はソ連を仲介とした和平交渉を最優先としていた。この時期、7月20日頃の統合について、長谷川武氏は和平の道筋として第一に、モスクワ路線。 ソ連への情報による無条件以外の条件での終戦。第二に、モスクワの圧戦を米英との直接交渉の第一歩という二つの路線で進める考えであったとている。ポツダム宣言が連合国から示されると、カセは7月30日に外務省に対して四カ国に分割占領されたドイツの場合とは要求内容が異なる国体に触れていない。 日本の主権を認めている無条件降伏の対象が軍隊のみで政府ではない一般平和産業の保持や通商を容認している党が完全敗北した場合にはその保証はなくなること無条件降伏の内容が緩和されていること日本側の反応によってはソ連が日本に何らかの勧告を出す可能性があることを考察として送ったこの電報の内容は 中ソ連大使の佐藤直武にも送られ、佐藤はカセの考察を極めて妥当な観察と評価して、ポツダム宣言の早期受諾を促す電報を8月4日に統合に送っている。和平工作やポツダム宣言についてカセが外務省に送った電報を統合がどう見ていたかという点についての評価は論者により異なる。竹内修二はが戦後の改造でカセ、 および北村、吉村、岡本による和平工作と口実の藤村義和の工作を混同している点を指摘し、カスラの動きについて統合は無関心であったとしている。長谷川武氏は、東郷と外務省は、ポツダム宣言受諾を基礎にした幸福の条件の研究に着手はしていたが、天皇の地位が明言されていなかったため、ポツダム宣言受諾を提言できず、 ソ連対日戦線復刻までソ連への圧戦以来で政府をまとめざるを得なかったとしている。長谷川は広島市への原始爆弾投下2日後の時点でも東合はポツダム宣言受諾を強く主張しておらずソ連への圧戦に望みをかけていたとしている。これに対して有馬哲夫は前期の7月21日の河川の電報と合わせてこれらを目にした東合が 連合国側が天皇制存地を黙認するという感触を得て、ポツダム宣言の早期受学に向けて動くようになったとしている。この年の6月から7月にかけて、公使館の海軍顧問補佐官だった藤村義和中佐が単独でハックを介して、ダレスに向けて行っていた和平工作について、この話を暴略と見た海軍中央から扱いを一任された。 外務省から7月23日に詳細を現地の海軍部官から聴取されたいという電報がカセ宛に届く。カセは藤村とその上司の西原一郎大佐に聴取した上で7月31日に外務省に変電を送ったが、この中でカセは藤村補佐官は当人の性格上並びに西原部官が技術官である関係から 主事問題を引き越していると記した上で、イニシアチブが、米国側から出たものとは認めがたいので目殺することにすべきだと思うと記している。藤村の側は、戦後の1948年に、元海軍少将,将の高木総吉から和平工作の聴取を受けた際、風邪を、無能の人物、責任の分散を恐れることは,なはだしかった。本土決戦を主張する大本営の意向に反する。 仕事をすることは表面的には問題が深刻重大であるため他の人に話させたかったと評した。藤村は当時カセラが行っていた和平工作について全く知らなかったとされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。